見つかんねえ。もうとっくに帰っちまったのかな。俺も帰るか。待って一条くん。小野寺、やっぱまだ学校に。よかったらこれ受け取ってもらえないかな。え、まさかチョコくれんのか、俺に。うん、本当はもっと早く渡したかったんだけど。しかしこれ手作りじゃ。おいしくできたから食べてみて。いや、小野寺が作ってくれたんなら、たとえどんなにまずかろうが食うけど。うわー、すごいよね。これすごいよね。お、すげえよこれ。俺こんなうめえチョコ食ったことねえよ。よかった、こんなに美味しいものを作れたのなんて初めてで、もしかしたら100万回に1回の出来事かも。え、もしかして今までずっとこのチョコを作ってたのか。うん。もしかしてこのチョコ本命？ギリです。でもちょっとだけ特別なギリです。え、じゃあね一条くん、また明日。え、あ、じゃあ特別な義理ってどんな義理だ？